ブラジルのシャペコエンセは30日、同クラブのウロマグロ会長が59歳で死去したことを発した。ブラジルメディアは、新型コロナウイル感染による死去と伝えている。今シーズンの州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1月無料お試し実施中、パウロは、ピッチ内外でシャペコエンセの復活に大きく寄与してくった。取り返しのつかない損失であり、悲しみの情が強いが、それ以上に、我々のクラブの歴史のを残した男に感謝したいとクラブは述べてる。ブラジル、グローボエスポルチなどが伝え、ところによれば、マグロ会長は、新型コロナウイルス感染のため今月18日に、現地の病院に入院して集中治療室に入った。一旦は回復の傾向を捨てていたが、今週に入って容態が急変し、特に臓の機能不全が生じて死去に至ったとされている。シャペコエンセは2016年に悲劇的な飛行機落ち事故により、主力選手の多くを失ったクラ、決勝が中止されたコパスダメリカーナで勝ちを認定され、翌年には来日して、駿河銀行、ヤンピオンシップ2017で浦和レッズとも対戦し、チーム今季から、ブラジル全国選手権で2部に格したが、現在は2部で首位に立ち一部復帰に王をかけている。マグロ会長は、昨年8月に暫定会となり、同11月から正式に就任していた。両。